今ですね、東京ウィーズさんで鍵を買って、これはなんだ、神田川渡ってるところ、もう渡り終わったね。今からですね、ちょっと小腹が空いたので、浅草橋のパンダシュガーっていうなんだタピオカ専門店に向かってます。でね、浅草橋はもうすぐそこ、今前の方に見えてる大きな通りが江戸通りですね。これを右に行くと浅草橋すぐです。でその先行くと蔵前とか浅草まで行けるような道ですね。じゃあこの江戸通り渡りますよ、ね、結構大きな道。右手の前の方に総武線の線路見えてますね。あの黄色い総武線ね。でこうちょっと行くと、もう浅草橋に着く。で駅のお店はね、その駅のすぐそばにあるはずなので、まあちゃんとすぐ見つかると思ったんだけど、なんかそうもね、うまくいかなかった。じゃあ探しますよ。ドリンクを浅草橋でのお店、うん、はい、本当は浅草橋のタピオカドリンクのお店に行きたいと思ってたんですけど、結局見つからなかったので、もうコーヒーにしました。コーヒーというかカフェラテ。これこのお店なんか浅草とか蔵前とかその辺りに何店舗かあると思うんですけども、ここのコーヒー美味しいのでおすすめです。じゃあちょっと飲んでみようか。美味しい、美味しい。というわけで荒川を目指します。ここからはですね、いつもの垂れ流し動画になるんですけれども、しかも天気もいまいちなんだけど、もしよかったら下町ライド&荒川ライドお付き合いください。それでは、
どんどん暗くなってる、そんな感じで、今日も